天真爛漫なキャラクターで、ファンはもちろんテレビ関係者にも大人気のなにわ男子大橋和也さん。今年の24時間テレビのメインパーソナリティにも選ばれています。今回はそんな大橋和也さんに噂された熱愛情報、特徴的な声について見ていきたいと思います。大橋和也さんにはこれまで何人かの方とお付き合いしているのではと噂になったことがあります。まず一人目は TA さん。大橋和也さんと TA さんが交際していたのは2018年頃までのようですね。二人が噂になったきっかけは、2020年7月に掲示板の 5CH で彼女に関する投稿があったことでした。松竹座で行われていた大橋和也さんの出演する公演を2、3列目で見ていたとあり、このことから関西在住の可能性も考えられます。いつから交際しているのか不明ですが、2018年なにわ男子結成時に別れたとのことです。さらにマピさんという名前も出ており、 TA さんと同一人物ではないかと言われていました。マピさんは大橋和也さんのファンの中でも特にマナーの悪い人だったようで、その後大橋和也さんのアンチになったと言われています。マピさんと TA が同一人物なのか明確な情報はありませんが、匿名掲示板の投稿ですので元カノ自体がいたのかも怪しいですね。また目撃情報も特になかったことから、信憑性はかなり低いのではないかと考えられます。2人目はディズニーデートした一般女性。彼女だと噂になったきっかけは、2019年9月上旬に流出したインスタストーリーでした。そこに写っていた人物は大橋さんに雰囲気は似ていますが、すぐに違う人だと判明しています。別人だという理由は、男性の体格が本人よりも細身で、目撃日がなにわ男子のライブ日ということでした。ファンの間ではこの噂を信じていない方が多いようで、大橋和也さんにの別人と言っている人が大半のようです。3人目は韓国好きな一般女性。大橋和也さんの彼女だと噂になったきっかけは、2019年頃に大橋和也さんが韓国ドラマにハマっていたことでした。これだけで噂になるのと思ってしまいますが、実は SNS に韓国好きな女性の彼女がいるといった書き込みがあったようです。しかし大橋和也さんが韓国ドラマにハマったのは彼女ではなく、ひいおばあちゃんの影響のようです。2019年3月19日放送のラジオ関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンドでは、大橋和也さんのひいおばあちゃんが韓国ドラマを見ていることを話しています。さらに2019年4月4日更新の日刊なにわ男子では、そのひいおばあちゃんの影響で韓国ドラマにハマったことを記載しています。4人目はアイドルの高嶋菜々さん。東京パフォーマンスドールの元リーダーで女優としても活動されています。大橋和也さんの彼女だと噂になったきっかけは、2020年5月放送のドラマ年下彼氏での共演でした。お二人は関西出身で年が一つ違いということも噂を大きくする原因になったようです。しかし高嶋菜々さんの恋愛対象は年上のようで、年下は弟に見える傾向があるようです。大橋和也さんと高嶋菜々さんはプライベートでの目撃情報などもないため、熱愛は単なる噂のようです。5人目は音声が流出した一般女性。大橋和也さんの彼女だと噂になったきっかけは、2021年11月上旬にドライブデートの音声が流出したことでした。そこには何してんのと楽しそうな男性の声が聞こえます。しかしこの音声流出したのは、なにわ男子の初めてのシングル初心ラブが発売されたのと同じ時期ですので、本当に彼女ならこんな大事な時に音声を流出させたりしません。これはただの友達か、前に交際していた方の悪意によるものではないかとファンの間で言われています。6人目は雑誌 RAY レギュラーモデルの上西星来さん。大橋和也さんの彼女だと噂になったきっかけは、2022年4月放送のドラマ俺の可愛いはもうすぐ消費期限での共演でした。役柄では上西星来さんは大橋和也さんの元カノ役を演じています。さらに上西星来さんは大橋和也さんとの匂わせの数々もしているようなのです。一つ目の匂わせは SNS での意味深な発言、今までとは少し違う緊張の仕方をすることが。そんな時は流れに身を任せ
相手と自分を信じることが大切なんだと学んでおります。この上西星来さん自身のインスタグラムでの投稿タイミングがドラマの撮影と重なっているため、この違う緊張をする相手が大橋和也さんのことを指しているのではないかと噂になりました。2つ目の匂わせはプリン柄の T シャツ。このプリン柄の T シャツはドラマが始まった時期と重なる2022年4月6日に上西星来さん自身のインスタグラムに投稿されました。大橋和也さんは自己紹介ギャグで使うくらい大好きな食べ物がプリンなので、この上西星来さんの投稿が匂わせではないかと交際疑惑が噂されました。3つ目の匂わせはかき氷。2022年4月12日の上西星来さん自身のインスタグラムに投稿されたかき氷を美味しそうに食べる姿がありました。実はその少し前の2022年4月7日の日刊なにわ男子では、大橋和也さんが和也とかき氷というかき氷屋さんを出店したいと発言していました。しかし上西星来さんのインスタグラムは雑誌撮影中のオフショットとのことなので、匂わせではなく単なる偶然の可能性が高いです。4つ目の匂わせはダブルピース。2022年4月16日のインスタグラム投稿、海辺でダブルピースをしている上西星来さんの姿です。同じようなタイミングで大橋和也さんも海辺で撮影されたものがありました。大橋和也さんと上西星来さんが共演した僕の可愛いはもうすぐ消費期限の番宣だったため、同じ場所で撮影された可能性が高いですし、大橋和也さんは写真撮影の時にはよくダブルピースをしています。そんな大橋和也さんの声についてネット上で嫌い、苦手、不快、好きじゃないといった意見があります。しかしそれ以上にハスキー性がかっこいい、声が好き、歌声も好きという意見もたくさんあります。大橋さんの地声はハスキーボイスですが、歌声ではとても透き通った歌声をしています。これにはファンの方以外にも絶賛する声が多くネットなどにありました。また大橋さんは雑誌企画でジャニーズジュニアの美声部門で1位を獲得したことがあります。ハスキーボイスなのになぜこんなに歌声が綺麗なのかというと、ジャニーズ事務所入所前から芸能活動をしていた際、幼少期からダンススクールやボイストレーニングに通っていました。もともとは歌が苦手だったそうですが、なにわ男子としてデビューした現在もボイストレーニングに通っているそうで、このような綺麗な歌声を手に入れているようです。ハスキーボイスから綺麗な歌声を出すのは曲調にもよりますが難しく、メンバーの声と調和しグループとしてハーモニーを生み出す声が求められます。これを可能としたのは本人の努力の賜物のようです。